余剣スイムジグにハートテール、はあ、パンパン。やべえ、どうよどうよどうよ。ねえ、刺してきたね。一発目は食い滅してさ、モワンって、で針乗ってなかったからもう一発いけっかなと思ったらいけたね。イエーイエーイエーイ。絶対にいると信じ投げ続けた余剣、沈黙の状況を打破するグッドコンディションなバスだ。バン。パタパタパタ。いましたね。いたね。ハートゥーテールに。どんな感じだったんですか、この前のあれからという。いや、流れが強すぎるからさ、はい、だから今回ちょっと作ってきたんよ、イオケンスイムジグを、はい、これね、83のスイムジグにハートテール、うん、で流れが強いからこうジグのトレーラーとして使った方が、あのレンジのキープもできるし、トレースのコース取りも作れるやん。だからそれをやりながら、この流針から外れたこの反転の岩盤際をちょっと上っ面を引いたらもわって出て、一発目乗らのあの食い損ねて、ほんで乗ってへんからもう一発いけるかなと思って、でもう一投げたら食わなくて、もっとタイトに通したらいった。多分同じやったと思うけどね。なんかもうフィーリングで入っとったんちゃうかな。だから岩盤とかもう追い込みやすいからさ、あの餌をこれでドーンっていったみたいな、いいタイミングには入ったんだろうな、きっと。なんとか夕まずめに一匹釣れたことで安心したスタッフは、欲張ってドローンでの撮影を試みることに。どのような状況で釣れたかを再現してもらおうと、先ほどと同じようにハートテールを投げてもらうと、ラクッター、誰もが予想していなかった同じ場所でのヒット。なかなかにない状況に余剣も思わず記念撮影。来たね、ハートテールね。余剣スイムジグにハートテール、スイムジグして正解だったね。やっぱりこの流れが強なっとるで、雨の影響で普通に通すと多分流されてっちゃうけど、ちゃんと通せればやっぱおるんやな、岩盤際にね。よし、これカラーもいいんですかね、濁った時の白ね。うん、ええバスやね。よし。いや、今さ、この投げてもうここよ、食ったの。もうほんとそこ、目の前投げたのはこの辺、投げてこうやって、でこう岩盤引いてくるやん、こうやってで岩盤引いてきて、この辺でちょっと浮かせようかなと思って、ちょんちょんちょんってやって、またこうシェイクしてたら、もうこの目の前でブォーって。通りやすいのと反転流があるから、もう完全にここしかないもん、そういう場所が。プロテクトしてるやん、もう完全パターンやな。 OK、 ハートテールを付け替え、三度同じ岩盤際へ。ガリー、ふー、嘘のような連続ヒット。おいおっしゃ、あまりの出来事に笑いが止まらない。ハートテール、やばいな、パターンやな、もう完全に岩盤パターン。ふー、はい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 。
予見ジグ、予見スイムジグにハート12。黄金コンビ化してきてるね、これは。やばいな、このバスフィッシングのこのパターンのハマり方の。いや、これじゃない、やっぱ。バスフィッシングの醍醐味って。ねえ。パターンではめた時の気持ち。この、ねえ。このはめてくゲーム性。パワーゲーム。モントリアンファイターらしくなってきたね。今日はかなっとるね。イエイイエイイエイ。よし。ハートテールがはまれば怖いものなどない。はい、はい、いやいやいや、んなことやばくない？ちょっとめっちゃ刺してきとるんちゃう。もう今タイムやで。よかった、白いっぱい持ってきて。やっぱ濁った時は白だよね。しかももうこのフルサイズのハートテールをもう頭カットせずにそのまま行ってるところがまた男前でしょ、はい、ねえ。このルアーを小さく見させないっていうところがモンドリアンファイターです。あの、だいたいね、ちっちゃくちっちゃくしてくるでしょ。違うんです、でっかくでっかく。見てこれ、この予見、お手製、俺のお手製スイムジグとハートゥーテールのこのコンビネーション、この若干なこのヘッドシェイクと、食うわな、これは。これは食うぞ。見てこれ、このシェイク。オッケー。もう一度あるかもと投げてしまうのが釣り人の心情。めっちゃ刺しとるかもな、今もしかすると。マジか、でかい。刺しまくりの、おれー、よっしゃー。ジャスぐらいやな。ジャス50ぐらい。おー、ヨーロッパ帰りで50やな。時差ボケも冷めるわ、これもう。時差ボケも。だってドローンで言わして、その後チビ来て、その後でかいでしょ。 3頭連続やな。ハートテールの波動が呼んだ怒涛の連続ヒット。多分この岩盤に群れとるんやろな。多分群れとるっていうか、多分刺し、追い込みやすいんやろね。うわ、さすがになかったね。いやー、落ち着いたね。さすがにね、あのでっかいのできましたからね。親分ね、完全に親分だね、あれね。完全に食うのはやっぱり岩盤に追い込んでんだろうな。なんか圧倒的に。でもやっぱパワーフィッシングの醍醐味だね。ほげる時もあるけど、ハマった時の破壊力ってやっぱり止まらんもんね。早寝早飯していいんじゃない、たまにはね。どうすか、かんちゃん。ちょうどいいタイミングで。いや、絵も見させてもらいましたね。え、よし、終了、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。明日もお願いします。よろしくお願いします。
ちょっとタフなんで明日はボート乗りましょう。はい。ね。OK。お疲れ様でした。撤収。撤収、撤収。一時はどうなるかと思った今回のモンドリアンファイター、終わってみればパワーゲームでこの逆境を見事に攻略してみせた。後半のモンドリアンファイターは番組初のバスボート。回復しつつある和歌山県ゴーガーダムにどう立ち向かうのか。悩む予見、苦しむ予見、パワーゲームはどこまで通用するのか。おお、乗らない、ガリ、くた、おっしゃ、くた。予見の全力が詰まった後半も見逃すな。どうやって釣ったのか、どうしたら釣れるのか知りたい方は釣りビジョンクラブをチェック。クラブ会員にはもっと釣りが楽しくなるスペシャルな特典が盛りだくさん。釣りビジョンクラブ。